こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日はですね、私、ヘルベティックの新作の、試着受注会が、今月末27日から、始まるんですけれども、そちらの、新しい服をですね、紹介していなかったので、今回から紹介していきたいと思います。で、今回ですね、服作るときに僕、テーマ決めてそれに沿って作るっていうより、一個一個こう、プロダクトを完璧にしていくみたいな形でやってきたんですけど、今回は少し作りたいテーマみたいなものがあって、それに沿ってやってみました。それはですね、未来のバイカーベアを意識して、今回は作りたいなと思いました。で、トロンっていう映画あるじゃないですか。トロンレガシーですね。はい。あれの世界観ですよね。あれがまさにこう未来のバイカーな感じ。まあその、あの映画の是非は置いといてですね。まあ好きな映画なんですよ。その中で、やっぱりこの、まあ、暗闇の中でこうね、ネオンがこうビームのようにこうビーンっていくような未来のバイカー、まあ、どんな服着るのかなっていう着想から、いろいろな服を組み立てていこうと思って、今回トータルででも5型ですね。5型、仕上げました。で、今回テーマの名前をディレズドとさせていただきます。で、ディレズドっていうのは、このダフトパンク、っていうアーティストがいるんですけど、まさにトロンのサウンドトラック作ったダフトパンクの中でディレズドっていう曲があるんですよ。まさにあれをね、もうこのデザイン考えるときはもうディレズドずっと聴きまくっててそれしかねえと思ってたんですけど、で意味で言うと、あのトロンの世界の中でディレズって、あの消去みたいな意味になるんですよね。で ED ズドになってると消去したっていうことになるんですよ。で、あの、新しいバイカーウェアっていうことは、あの、以前までの服を消去して新しく塗り替えるっていうような意味もあるなっていうところと、あとはもう未来のバイカーですから、もう転ばなくなってたりとかね、なんかいろんな機能がすごい軽いとか、電力で動くとか、多分いろんな機能が備わっているだろうと、今問題になっていることも解決しているだろうっていうことで、過去を消し去って未来へっていう意味でもありますし、もうスピードに取り憑かれた人たちなのかなっていうのは僕の個人的な意見なんですけど。だって未来になっていろいろ便利になってるけど、それでもこう二輪にまたがる人たちっていうのはもう速度に対する信仰心みたいなものがあるのかなみたいなね。ということはやっぱりその速度を出すっていうことに重きを置くと思うんですよ。なのでもうバックミラーから対象者がいなくなるような、もう消去されるような、消えていくような、見えなくなるような、そういう意味でもディレズドっていう、なんかこう見えなくなるとか消える、消去するっていうのは、すごくハマるなと思って今回そのテーマで制作しました。その中からですね、まずは一つ目の、まあ、イメージがすごく伝わりやすい一本、紹介したいと思います。で、こちら。こちらでございます。シェラードライスキンを使ったネオモーターサイクルパンツです。で、まあ、これもね、ネオって言ってるぐらいなんで、もともとはモーターサイクルパンツというかバイクウェアのパンツが元になってます。なので、カッティングとか見てもらえるとわかると思うんですけど、こう、わかるかな？こういうカッティングなんですよ。あの、革パンとかで、ね、よくあの、モトクロスとか、あの、バイク乗りの人とかが、こういうカッティングのね、パンツを履いてて、すごいかっこいいなと思って、バイクウェアいろんなの。見たんですよね。そこからこう、いろいろ要素を拾ってきて作りました。そしてですね、今期から僕のシグニチャーにしようと思っているリベット。四つ打ちリベットをですね、採用しております。なんかこう、ロゴボンっていうのも、まあ、かっこいいものもあると思うんですけど、なんかこう、なんだろうな。まあ、自分のシグニチャーとなるような印が欲しくて、で、僕はフラットな、リベットがすごい好きなんで、まあこれで僕のシグネチャーとしようかなと。で、まあ、あの、取り付けられる素材も限られるんで、いけるやつは打つっていう感じにしています。で、フロントポケットは、まあ、サイドか。サイドポケットはこちらで、まあ、いつも通りですね、3つに分かれていて、物同士が干渉しないようになっています。そして、ここにカーゴポケットみたいな、マチ付きのポケットがこうありまして、こっち側からもアクセス可能っていうことになってます。なので、これがね、結構、パターナーさん本当に大変だったようなんですけど、ここをこう繋げて欲しかったんですよ。ここ。
これは、大変だったと思う。大変だったっておっしゃってましたし。これ大変だったんだと思います。なので、こう、ここ一箇所っぽく見えるのに二箇所いけるみたいな。なので、こっちはスライド、で、こっちはカーゴ、みたいな形になってます。これが左右にあるんで、まあ、1、2、で、3箇所ずつなので、6、7、8、これで8箇所。で、後ろ、ここですね。ここの切り替えを利用して、シームポケットみたいな形にしているので、90と10箇所ポケットがあります。で、ね、今回すべてワンサイズで作ってます。ちょっとサイズ展開やっぱりむずいっていうのもあって、でも、ワンサイズなんだけど、いろんな体型の人に行けるようにいろいろと配慮してますっていうのは、このネオモーターサイクルパンツはフロントから見るとね、まあ、ナチュラルな、このベルトループのところとかナチュラルなんですけど、後ろだけゴムになってるんですよ。なので、ここで割と伸びるんですよね。ここ。これで結構大事。はい。だし、まあ、大きいって、まあ、大きい人は、まあ、ベルトでグッと締めればいいかなと思ってます。で、かなりね、複雑なカッティングがこうなされてる。このカメラでね、伝わるかわかんないんですけど、こういう複雑なカッティングがなされていて、バイク乗りの人って基本的にこう前傾姿勢じゃないですか。なので、ちょっとこう、これも少しね、湾曲した形になるように、ちょっとこう膝が前に出るようなパターンになっています。で、やっぱドライスキンなんで、非常にこう快適なんですね。快適。で、裾はエクセラファスナーが使われていて、ジップでこう開けることができます。で、これはですね、マチにするかどうか結構悩んだんですが、ここはこうスパンと開くようにしました。っていうのも、こうブーツとか履いた時に、こうなんか被せて、ここのファスナーの虫が見えるのもかっこいいなと思って、ちょっとブーツカットっぽくというか、裾の形がこう変わっても面白いんじゃないかということで、ここはマチにせずに、こう貫通型にしています。で、このね、ファスナーも、ここの、わかるかな？ここのこういう、バイクウェアによくある、こういうカッティングですね。これを利用して、その延長線上にファスナーが来るようにしています。なので、これね、本当に自分がやりたかったパンツなんですよ。今まで、サルエルとかが多かった。うん、サルエルとか、すごい可変性のあるものとか、っていう表現をやってきたんですけど、あとクロップか、レザーのクロップパンツとか作ってきたんですけど、サルエルスキニーみたいなものが欲しいと。で、なんかね、サルエル感がすごい少ない。これ。ちょいサルエルなんですよ。もう分かりにくいですよね。で、裾に向かって結構テーパーして、ギュッとなります。今、新しく作るなら、ちょっと細いパンツやりたいなと思って、まあこれから少しね、シルエットも変わってくると思いますし、自分の気分もそういうの着たくなってるっていうのもあってですね、そういうものを企画しました。で、モーターサイクルパンツ、まあライディングパンツとも言うのかな、こういうのいろいろ見てて、やっぱり硬い革とかプロテクターに覆われたものがすごい多いんですよね。で、やっぱそれはすごい、あれはあれでかっこいいんですけど、あれやっぱ転ぶのを防止するためのものじゃないですか。転んでもこう対象者をこう守るみたいなものだと思うんですけど、おそらく未来のバイク転ばないんじゃないかなっていう僕の勝手なこう妄想というか、多分もうこれ以上傾かないようになるとか、なんか接触がそもそもしないようにこう避けてくれるみたいな、いろんな機能があるんじゃないかという仮定のもとにですね、まあドライスキン丈夫ではあるんですけど、さすがにアスファルトに擦れたりしたらこう切れるとは思うんですよね。なので、どっちかっていうと快適性を重きを置いた、やっぱカッティングはかっこいいと。やっぱバイカーパンツのカッティングはすごいかっこいいから、あれはもうそのままに超快適素材で、で、さらにモード感を足して作りたいっていう風にやったのが、このネオモーターサイクルパンツでございます。こんな感じ。ちょうどね、長さ的には、なんていうのかな、足首。アンクルだけぐらいになるような設定。僕が履くとそんぐらいになるような設定で、開けてちょっとこう余裕持って履いてもいいし、なんかブーツとかに入れてもいいし、まあフルレングスとかでもいいし、まあ僕より背が少し小さい人が履いたら、まあ若干ここがトンって当たると思うんですけど、それでもこう大丈夫なように計算したシルエットになってますし、僕より大きい人は、ちょっとこう、くるぶし丈ぐらいとかになると思うんですけど、それはそれで決まるようにすごい色々。考えました。ということで、ね、ちょっと一回着画をお見せしたいと思います。
でこちら着画になります。まずはウエストの、まあ、おへその位置ぐらいで履いたところの丈感です。でフロントカーゴポケットがあるので、まあ小さいものとか収納することが可能でございます。でこのやっぱシルエットはね、ペンシルシルエットというか非常に綺麗な形になっていて、それでいて膝のところ少し可動域キープしているので形もすごくかっこいいなと思っています。やっぱこのねドライスキン非常に快適なので、このタイトに作るとこのよりツーウェイストレッチだったり通気性だったりっていうところはさらに感じることができます。で裾のファスナーを開けてみましょう。でこれ下にちょっと筒の長めのブーツとか履いて、このファスナー虫をね、このエクセラのこうちょっとツヤっとした感じの虫をこう見せて、まあ、若干ブーツカットっぽくして少し腰で落として履いてもいいんじゃないかなと思います。腰で落としてもねあんまり突っ張らないっていう。で締めて、まあ、ちょっと上目で履いてよりスキニー感をね強めに出すっていうのもいいと思います。スキニーでもやっぱストレッチ性があるんで快適です。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、ネオモーターサイクルパンツ、こちらの紹介でございました。こちらです。まあ、僕はすごいね、普段から自分でもパンツばっかり買ってしまう人間なんですけれども、そんな人が作る、まあ、サルエルスキニーみたいな。で、やっぱり、このシェラドライスキンの素材でですね、タイトフィットなものを作って思ったのは、やっぱこの、ツーウェイストレッチとか、プレッサブルっていうか、その、透湿性みたいなのは、タイトなものの方が感じやすいなっていうのはすごい実感しました。やっぱ履いていて、このテストというかこのサンプルを作って履いていて、もうやっぱり違うなーっていうね、やっぱ感じしたんで、こう生地の性能をダイレクトに感じられるっていう意味でいいものが作れたなと思っております。展示会受注会がですね、5月の27、28、29、3日間、そして、大阪で6月3、4、5の3日間、東京会場、大阪会場と分けて、6日間行います。ウェブ受注が、6月の11からを予定しております。で、当日ですね、展示会来ていただける方は、ご予約フォームがあるので、そちらから、予約していただいた方は、僕が直接絶対に対応するっていう確約をさせていただきます。それも概要欄に貼っておきますんで、ご予約はこちらからみたいなところから、時間と 日にちとか書いてあるんで、そこで一応30分枠にさせてもらってるんですけど、そこで必ず僕が対応させていただくっていう確約とさせていただきます。予約なしでも全然来ていただけます。もちろん大歓迎でございますんで、ただですね、絶対対応するよっていう確約っていうことで予約っていう風にさせていただきますんで、ぜひそのあたりをよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。展示会ですね、さっきも言ってたんですけど、日程行いますんでぜひお越しください。どうもありがとうございました。